めっちゃ可愛いです。上から行きましょう。可愛いです。めちゃくちゃ可愛い。可愛い。はい、今せーの。こんなに可愛い。はい、感じ可愛い。どん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 できます。たくさん見てっていうふうにやってる子たちってみんなすごく魅力的で可愛いなって思うし、あとは写真とかたくさん撮ったりして、メイクもうちょっとこうしてみようとか、あ、こういう洋服も挑戦してみようかなとか思ったりするから、写真とか見てみるっていうのも SNS とかたくさん使ったりするのもいいかなって思います。最上級に可愛いのというこの楽曲のおすすめポイントを教えてください。可愛いってことがたくさん入ってるんですけど、泣いちゃってる姿もなんか落ち込んでするとか、どんな姿でも自分も可愛いってポジティブに肯定してくれる曲なので、そこがポイントなのかなって思います。ヒルコーさんの失恋がテーマになっている曲なんですけど、悲しんでることがあっても、でもそれを逆にパワーに変えて、私は早起き的により良くなれたんだよっていうのを歌っている曲なので、すごくポジティブなメッセージをみんなに届けられるところがポイントかなって思います。ありがとうございます。お二人が最上級の幸せになれるものは何ですか？やっぱりめくる時かなって思います。何を食べ物が好きですか？私牛タンが大好きで、牛タンを食べに仙台とかに行くくらい大好きで、もう牛タン食べてる時が自分の中で一番幸せを感じてる瞬間かなって思います。私はもちろん食べ物もそうなんですけど、最近子犬を飼い始めたんです。動物とかすごく癒されて最高の時間だなって思います。小学生でときめくメッセージをお願いしたいです。夢を追いかけてる時って大変だなと思うことが、楽しいことだけではないと思うんですけど、でもなんか振り返った時に大変だったことも思い出になって笑い話になったりとか、いい経験になると思うので、何事も挑戦して楽しんで人生を豊かにしていってもらえたら嬉しいなと思います。はい、ありがとうございます。はい、まだね、告知読んでる子たちって本当に若いと思うので、やりたいって思ったことを全部全然挑戦できる年齢だと思うので、私には無理かなとか思わずに、とにかく挑戦してがむしゃらに頑張ることが大事かなって思うので、ぜひ頑張ってください。応援してます。可愛い、今のめっちゃ可愛い。可愛い。